せーの。ラジオ、どうしろ、シルト、ラウド、エアタツです。皆様、納豆はお好きでしょうか？あ、非常に大好きですね。いや、毎日食ってますよ。なるほど。ちなみに何回ぐらい混ぜます？あ、納豆ですか？はい。まあ、大体7回ぐらいですかね。ちなみに、ランマルさんは？泡立つまで。ああ、泡立つまで。ああ、結構じゃあ混ぜますね。納豆は実は25回以上混ぜると旨味が出始めると言われております。あ、じゃあ僕のやつはもう旨味出てないってことなんですか？そうです、旨味出てないままあなたは食べてるわけです。で、なんか日本納豆連合会みたいななんか会があるらしくて、はい、そこの会長さんは最低110回以上混ぜてから食べるそうなんで、はあ、結構混ぜますね。じゃあ結構混ぜるわけです。5分ぐらい混ぜてんじゃない？まあそれで一応その医学的根拠、違うわ、科学的根拠は400回だそうです。一番美味しくなるのが。美味しくなるのは400回が一番旨味成分が出る。旨味成分が出る。で、まあ400回以上混ぜても特に意味はないそうです。あ、もうそれ以上旨味は出ないと。はい、科学的根拠は。それ本当かと。いや、でも科学的根拠。いやいやいや、その、研究所の人が勝手に言ってるだけじゃないですか。いやでもその科学的根拠を基づいてその400回以上はっていう話なんじゃないですか。百聞は一見にしかずって言葉皆様ご存知でしょうか？まあなんか3人合わせれば文殊の知恵みたいな感じのやつ。全然違います。100回聞くより1回見た方がいいわけですよ。はい、ということでご用意しました。ナトゥー。ああ。オカメナトゥーです。じゃあ3つありますけど。はい、3つありますので回数を3つ分けてどれが一番美味しいのかっていうのは検証していきたいと思います。まあ、どれが何回混ぜた方が美味しいかっていうのを食べ比べするってことですね。おっしゃる通りです。一人一人好みの回数ですか？はい、おっしゃる通りです。違うから好みやったら違うからね。それでは検証し、まんじまんじなんだよだ。ではね、はい、検証を早速していきたいと思います。はい、ではね、納豆の裏に1,2,3の数字書いてあります。で、その表側向けたら回数書いてあります。じゃあ何本がいいですか？いいですよ、別に君が選びたいなら。じゃあ1番3番で2で2が欲しかったんで。やっぱり僕2好きですから。あえて残してやったんやし、残り物。1番。じゃあ私私です。じゃあいきます、せーの、はい、おーあーさーよっしゃとか。うわぁ、前回回したかった。これもしかしたらいつも回しとる回数ぐらい。いや、俺くじ、俺前回回しとるとちょっと、お前の話してないってって。なんなんこいつ。じゃあ、行きますか、混ぜますか。はい。ああ、いつもの感じ。いい匂いやな。これ数間違えんなよ、これやっとやられ。じゃあ、回数110、400、1000。はい。じゃあ、いきます。はい。じゃあ、終わったらその時点で終わりました。つく。OK です。感じで、いきましょう。いきまーす。どうぞ。喋るとか到底無理やな。はい、もう、今どんな感じ？もう110でも。もう。110。もう100です。もう、もう終わりよ。60。まあまあでしょうね。え、でも普段のランマルより少ないんじゃない？少ないっす。会長これで食いる？ちょっと待って、始まる前まで110も多いんだよ。会長どうだって。え、俺多分400ぐらい回していいんじゃない？行ってるかもしれんね。じゃあ僕らそのままそうやね。400。おお、これが400です。俺こんぐらいで食う。マジべちょべちょやん。いや、これがいいっす。あ、そうなんや。くずさん半分です。まあ、半分増すとこれ、バカすぎる。は？検証にさ、検証にさ、バカとかさ、失礼やろ、科学者に、全科学者に謝れ。半分か、わし頑張ろう。しかも、なんだその、混ぜるだけできついとかさ、そうだよ。いや、こんな、正解。はい、ではね、混ぜ終えましたので、はい、味見をしていきたいと思います。110からいきましょう。混ぜ惜しんだやつですね。まあ、会長が最低限回す110回、はい、110回はこんな感じです。絶対400の方が美味しそうっすもん。なんかカエルの卵みたいなね。やめろお前、言えなそんなこと。いただきます。はい、やっぱ甘みが足らんわ。
ああ、甘みが足りん。なるほど。じゃあ、ちょっといただいていいですか、110回を。ただ俺、こんな回し方過去ない。ああ、でもね、持った時のネバネバ感が全然違う、今のこと。いただきます。ちょっと混ぜすぎたかな、これ。ああ、自分のよりですね。まあまあまあ。7回っしょ。7回はやばいやろ。ああ、でもうまい。93回多いけんですね。いただきます。回さなすぎかもしれない。あ、回さなさすぎね。うん。そう考えたらランバルぐらい回すかもしれない。あ、じゃあ400ぐらいってこと？ 400 ぐらいかもしれない。やっぱなんか白い部分があった方がなんか納豆感は増すかな。今回あれだろみたいな。言うな。今から食べるやぞお前。じゃあ次400いきます。はい、110はまあ大豆やったと。いう検証結果で。じゃあ400回。まあこれが科学的に、まあ、一番美味しいとされてる数なんで。いきます。わかるこのほらこの感じ、このトロトロ感。いつも通りぐらい。いつも通り。じゃあ400回いただきます。はい。うん。全然違うわ。柔らか。ああ。さっきよりは大豆感はない。でも柔らかい旨味が。うん。もしかしたらこれは旨味かもしれない。ちょっと食ってみてください。いつもの感じ。ああ、いつもの感じ、この伸びる感じ。こんな感じ？これ、これ。じゃあ、僕もいただきます。いつもの味。いつもの味と。もうじゃあ400ぐらいが、まあ、一般的みたいな。次回400回しちゃったぐらい。可能性はあるね。まあでもいいんじゃないですか。素晴らしい。400回。続いて、境地の1000回。すごくない？色めっちゃうわっちょ、いやでもうまそう。ちょ、カエルの卵みたい。さっき食べていいよ。ちょっとなんか結構抵抗出るなこれ。ほら糸が切れる。いただきます。あ、全然違う。なんかこのビチョビチョが。なんかな、ビチョビチョ。じゃあ食べていただきます。いや言いたいことわかるわ。わかるやろ。なんかちょっとなんかやりすぎた感ない？やりすぎてますね。なんかね、味ない。うん、そう。より大豆かになってない。じゃあ。行きすぎやろ。いや、味ないって言うけん。ああ。言いたいことわかるわ。なんか泡に包まれてない？うん。泡の味がする。もうタレ消えてない？ああ、そう、タレ消えてる。いや、すでに400のがうまいわ。じゃあ、今回の検証結果として、日本納豆協会の科学的根拠に基づいた400回が一番美味しいという検証結果が出たと、うん、みたいな感じでね、ええ、まあ400回を目安に混ぜて食べていただければよろしいんじゃないでしょうか。つまりこの世の常識は何も変わらなかったと。そういうことです。400以上は必要なかったという検証結果になりましたので、そうですね、はい、今後のね納豆ライフに生かしていただければなと思います、はい、ということでね、はい、今回の動画良かったなと思った人はぜひチャンネル登録、高評価のよろしくお願いします。お願いします。またね、自分のマイベスト回数みたいなのがあればコメントの方で言っていただければなと思いますので、コメントの方よろしくお願いします。お願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。